いやもうね、今日の見てほしいっすよ。いや、まあ、前回ね、そう、僕と不破さん2人で来て、そうなの、もうね、畑にしてやりましたよ。やったね。ですか。すごすごやばいっしょこれ。どうですか。めちゃくちゃいい。これ大変だったんだから。もう育ってんじゃん。そう、芽吹いてるんですよ、ね、うん、僕もこんなに芽吹いてると思わなかったんですけど。まあ、左側、一番左のこの手前側にひまわりを植えて、そう、ひまわりね、なんですけど、うん、ちょっと微妙に殉職して殉職そして隣の畑、これ枝豆の豆ね、お、育成率ですよ。やばいよね、全然畑。そう、ここなんでずんだパーティーは確約されてるんだ。やった。こちら、おお、おちさんの畑、お、めっちゃいいじゃん。やったんだよこれ、これやば、トウモロコシだこれ。いやもう面影、見た目トウモロコシだもの、でしょ、ね、隣でっかい葉っぱありますね。そして隣、こちらカボチャ、これいいんだよ。カボチャこんなじゃなかったんですよ、カボチャ10分の1ぐらいのサイズだった気がするんですけど、めっちゃ違ったな。こいつは育ちがいいですね。なんか葉っぱが一番立派だこれ。これまだこれから植えるんですよね、ここは。植えました、これね、うん、これピーマンをね、はい、にっこりの笑顔でふわさんが植えてたはずですけど、そうなんすよ、今はちょっともういらっしゃらない。ピーマンどっか行っちゃったね。下手したらピーマンあったことカットされる。やめてくれ。 あとあの社長の足元にあるやつ、それ別に空き地じゃないんで。そう、大丈夫、踏まないようにはしてましたよ。この雑魚なんですか。あ、それ今生えてるものは雑草なんですよね。あ、いやいやいやじゃあ元々は何生やそうと思ってた。ここあれです、アスター。アスターだ。アスターあったな。そう、多分今年のなんか暑さ、うん、やっぱこっち確かにめちゃめちゃ暑いからな。動画をご覧の皆さんはちょっともう懐かしい話になってるかもしれませんけど、今日これですからね。暑いな。これですか。炎天下ですか。2022年は記録的な暑さが続き、酷暑日という言葉も話題になりました。だけど暑さに負けずに畑仕事頑張りますよ。ちょっと人数転校しましょうか。はい、はい、1、2、3、我々3人でロフマオでーす、はい、おかしいな今日。まあちょっといろいろあって、うん、うちの兄貴が、はい、この男がやっちゃって脱落です。そうそうそう、ちょっとやらかしたな、これは。ちょっと味噌議会やろう。この日はね、ちょっとね、記憶にないですけどね、やっちゃって、ナレーションやるので許してください。というわけで、はい、今回は今までの、農業ロケ日の中で一番照ってる日なんですけど、すごい、3人で畑仕事をしていこうと思います。頑張りましょう。覚えとけよ。はい、頑張りましょうね。これは僕が知らないちょっと前の夏のお話。暑かった夏の涼しい思い出をご覧ください。ロフマオの夏はまだ始まったばかり。一発一撃狙い撃ち。野菜が育ってきたので次に必要なのは支柱。3人は材料となる竹を取りに行きました。すごいな、近くで見るとまた立派だな。せっかくだからかかしとか作りたくないですか。あ、いずれ必要になる説はありますね。あ、なるほどね。ロフマオガカシ、まあ、とりあえず1本切りましょう。あ、これ早い、すぐ行くぞこれ。なんか取れ高とか ないぞこれ。切っちゃうぞ。あ、そろそろ行きますよ。行きますよ。はいはい、はい、え、上で引っかかってるから、なんかかかってどかすイメージ怖い。うん、おおいおいおい、そうきたか。なんかそうなる気がする。新しい竹になっただけじゃんかこれ。ほな、じゃあちょっと僕がね、はい、押しますよ。はい、で、おー、いい、おい、その調子、その調子、その調子。今のうちに逃げろみんな。いける、いける、みんな今のうちに逃げろ。おー、やったー。でも結構丈夫そうですね、やっぱね。うん。容量を得た3人は暑さと戦いながらどんどん竹を切っていきます。この日のロケは7月。
社長が何か思いついたようです。七夕やりましょう。これでこれライバーと社員全員いけるぞこれ事務所に持って帰ろう。公開時期全然七夕じゃなくてそうやって早めに撮るから成立するんじゃない。あれ事務所にこんなに大きな笹なかったですけどね。まあ竹はたくさん取れたので畑に戻りましょう。いいよ切れてるよ。いいよ。あります。竹割り。あでも結構お来た。おお。重いな。いけ。おれきた。上がり。いい色。お上がりよ。おお。素材として支柱にはかなり良さそうなイメージが。すげえ綺麗だな。私もワーロ。社長は綺麗に節も取っていますね。仕事が丁寧だ。ということで支柱用の竹は準備完了。さあ畑に刺していきましょう。支柱が必要な野菜はこちら。僕の野菜には支柱がいらないんですね。じゃあちょっとここにぶっ刺します。ほ、何センチぐらい埋めればいいんだろうな。なんか根を潰しちゃったら嫌だな。こんな感じかな。これは社長のオクラなんで絶対に成功させるべくかなり図太い支柱をここに一発ずぶり。さあこいつに貸し付けうまく育つんだぞ。支柱立ては順調。もちさんのトウモロコシはもう少し育ってから支柱を立てるようです。あれそういえば社長が見当たりません。ちょっとね、まあ、何をやってるんだと思われるかもしれませんが、まあ、多分ですねこここうやってこう削っておくとこうかな。むずもうちょっとかな。今のうちにちょっとこれトップというか上下決めましょうかね。どれだけ遊んでもいいものな。どこまで行こう。裂いちゃいましょう。あれ全然難しくないか。こっちの方が遊んでるだけなのに気づいちゃった。社長は何をしているんだ。まあしばらく放っておきましょう。うーこわー畑チームの2人はしっかり支柱に巻きつくように作物をくくりつけています。優しく扱ってね。大きくなれよお前は。勝手にしがみついてくれないか。いやそんなことない。ここまで教えないとダメ。一からやんないとダメか。嫌な先生。しょうがない。嫌な先生だ。絶対担任になりたくないわ。見てこれ一人にじゃなくて二人で育てるこの親子の育て方バージョン。ああ副担任ねそうこのダブルでいけないかな。圧迫されてストレスがすごそうもうかわいそうだよ。ダメかな。あーこれトマトだしやる気でね。いや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 、まずいトマトに出来上がったら困るのは自分だから。そうか。でもうまいトマトってあるのか。あるある。支柱へのくくりつけも OK。 これでしっかり育ってくれるかなね社長。ちょっと高低差見ていきましょうか。これで、あーいいんでは全然こうあってもいい。でこう来て、あ美しいなんて美しいんだ。完璧ではこれ。社長これまさかあれを作ってるんじゃないですか。こう来てこう。はい完璧です。もう上から流れていって経由して。よくこんなまっすぐに育つよな竹も。いやだいぶ綺麗ですねやっぱり。
社長、何を作っているのかもう分かりましたよ。はい、中結び終えました。いや結構形になるじゃないですかね。確かに、見栄えはどんどん畑になっ てますね、うん、ここに水をまきます。お、行きましょう。ゴー。ああ、恵みの雨よ。あ、虹だ、いいね。わ、いい虹。あ、素晴らしい。あ、涼しい。わ、いいわ、気持ちいい。自分が浴びてるかのようだ。なんか気持ち、周りの気温も下がっているような。竹おじさんの竹おじさん、竹割ってるな。何してんだ、もう支柱終わったのに。お水をたっぷりと浴びて、心なしか野菜たちも嬉しそう。あ、竹おじさんの進み具合はどうですか。まあ、レールの熱湯消毒が終わりました。で、どうやらこちらの焼酎、音響さんのご実家の焼酎らしいです。こちらで竹を清める儀式をこれから取り行います。それでは若潮酒造さん、ありがとうございます。消毒、清めの酒、どうだ。あ、流れてるわーい、わーい。え、清まってる。急速に清まってるのを感じる。え、ちょっとすごいな。あとはこれ拭いていきましょうかね。もちさんと海田はマルチ張りの作業中。これが野菜たちを守ってくれるんです。海田くんに、あ、これですね。これって言ったら目だわ。こういうこと。そういうことです。いい感じにかけてくれていますね。二人ともうまいんじゃないですか。なんか上達してきましたね。いや、もちさん、これ見たことあるって。いや、完全に畑ここ見たことあるぞ。ここまでの畑作るのは、そういう畑の VTuber 以外いないぞ今。いないですね。いや、まさにマルチな活動ですわ。前本さん涙流してるよきっと。まさにマルチな活動ですわ。うん今日なんか尖りないっすねあなたの今の体調レベルに合わせてるんだおじさん、そっちから行きますか。はい、こっちから行きます。うっす。本来は定食の前にやるべきでしたが、今からでも遅くはないはず。畝をしっかり覆ったら、風で飛ばないように土で重しをします。無事マルチ終了しました。いや、ハードでしたね。いやー、いいね。いや、こう見ると完全なる畑、かなりいいんじゃないですか。っていうか、一向に竹おじさん来ないんだけど。竹じじいがよカン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 、いつまで竹割ってんだよ、というわけで完成しました、流しそうめん。いやー、勘で作ったにしてはいいんじゃないか。なんとなく切ってみただけなんですけど、まさか一番大事なピースになるとは思ってなかった。竹おじさん、何してんだって。竹おじさん、あ、遅い。竹おじさん、何すごはい、竹お兄さんだ竹兄、これやったらもう竹兄だから。いや、これは竹兄だ。お二人が頑張ってくださってるから、ちょっと私は補給に回ろうと思って。ああ、なるほどね。でも全然あっち手伝ってほしかったけどいや、もう暑い中マルチ張ってんのにカンカンカン、イラッこれね、ふわさんがやりたいって言ってたんですよね。え、流しそうめん、なんかそう聞いたんで、うん、まあじゃあいない間に作るか。最悪やねなんで僕はこの日いなかったんだ。そうめん食べたい。ここ良くないですか。ここ、あ、素晴らしい、正解ですね。完全なる正解だ。これはうまい頑張って削った。これ全然ここビチャビチャになるじゃん。なるよ。それはいいんすか。流しそうめんはそうめん流すこと以外考えちゃダメだからえ、これ社長欲しいって言ったもの作ってくれる系ですか。え、いや、全二度とやりたくないですしし落とし欲しい、加工のやつ僕も今度何か作ってもらおうかな。ということで、そうめんも茹で上がり、準備 OK、 流していきましょう。
それでは流水をお願いします。もう楽しい。放水来た。どうだ。うわうわビタビタだ。来てる来てる来てる。ビタビタだけど行ってる。行ってる行きます。はい、そこだ。あ、行った行った来た来た。落ちた。早い。うん、うまい。行くぞ。来た。そこだ。ゴー。来た。やった。うわー。おい、また勝つしか来ねえって。おい。おい、剣持ち。じゃあ上流の剣持ちさんが取ってるからそれは。おい。ちょっとどんどん流しますよじゃあ。うん、おいしい。やった。いけるんだ流しそうめん。まだまだいきますよ。はい、はい、担当タレ。はい、うめえ。うん、え、流すん楽しいこれ。じゃあ社長代わってあげます。本当ですか。おじさんいきますよ。はい、来るか。来た。やったー。うまっ。桑さん見てる。桑さんとっても楽しいよ。桑さん、これが桑さんのやりたかった。流しそうめん喜んでくれてるよ。桑さんもゴー。僕抜きで楽しそうなこといいな。うまかったっすか。流されたそうめんうま。それさ、そうめんじゃん。もう流されたそうめんうめえ。あーあーレールが壊れちゃった。はいどんまいはいどんまいはいどんまい。終了。はかないのしだったな。なんか最後の線香花火が落ちた気分。あれか、あのしかも理由が分かりやすくていい。あの水受けすぎて最後の支柱の土が柔らかくなってた。あ、なるほど。今度は水のルートも考えないといけない。今度楽しい夏でしたね。素晴らしい。おお、かなりずぶとい土をここに一発ずぶり。あ、流れてる。そしてそれぞれの土地にこんなものも作りました。来た。いいね。おお、いい。抜けたら大変だからな、この杭は。うん、元気なさつまいもに育ったよ、これで。サンクチュアリオブ剣持ち。意地とバランス悪い。サンクチュアリって言ってる。ね、マフワ君のちゃんと場所をね、書いておきましたし。これ許してないの。一番怒ってるかもしれない。だいぶ切れてるな、実は。最後に七夕の願い事をして終了。ここで笹を使ったんですね。僕のお願い事は朱智肉林。俺は小ズルを守る。やば。うわすげえ広い。農業のメインストーリー進めてないからさ、ダメだ。いいね。でかー。待ってろよ、世界一。